第二十五段。飛鳥川の淵瀬、常ならぬ世にしあれば、時移り、ことさり、楽しび、悲しび、生きかいて、華やかなりしあたりも、人すまぬ野良となり、変わらぬ住みかは人改まりぬ。通り、物言わねば、誰と共にか昔を語らん。まして、見ぬ、 古のやんごと中かりけん跡のみぞ、糸はかなき。京極殿の、京極殿、北条寺など見るこそ、志とどまり、こと返事にける様は哀れなれ。御堂殿の作り磨かせたまいて、荘園多く寄せられ、我が御御蔵のみ、帝御御御御後ろみ、世の片目にて、行く末までとおぼしおきしとき。 いかならん世にも、かばかり汗破天とはおぼし天や。大門、近藤など、近くまでありしかど、昭和の頃難問は焼けぬ。近藤はその後、倒れ伏したるままにて、取り立つる技もなし。無料樹院ばかりぞ、その方とて残りたる。上六の仏、九体、糸尊くて並び終わします。 高勢の大納言の額、金行きがかける扉、なお鮮やかに見うるぞ哀れなる。法華堂なども、いまだ、ハンベルメリ。これもまたいつまでかあらん。かばかりの名残だになきところどころは、おのずから、怪しき石ばかり残るもあれど、定かに知れる人もなし。されば、よろずに、見ざらん世までを、 思い起きてんこそ、はかなかるべけれ。